に引き続き今回は大阪は日本橋にありますインディペンデントシアターセカンドさんの周りをぐたぶらする第2弾。はい、というわけで地下鉄堺筋線恵比寿町駅の一番出口を出まして信号を一つ目渡っていきます。ローソンやミスタードーナツをまっすぐまっすぐテク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 と歩いていきますと、二つ目の信号がすぐにやってきますよ。その信号を渡っていきますと、ほら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 、すぐに携帯ショップが見えてきましたよ。これ三つ目の信号になります。この辺日本橋のあたりにはたくさんの電気ショップが並んでるんですね。するとすぐにやってきますのが道楽の DVD ショップでございます。この隣にありますのがインディペンデントシアターセカンドさん、劇場に到着いたしました。というわけでナレーションを私さんがお送りいたします。それでは始めましょう。かいわい、チャーラモン、チャーラモン展覧会、ラモンザーね、ラモンズ。ここにチャーハンがいてもおかしくないってこと、ね、え、てかそこにチャーハンいるんですか。いるよね、この後ろにおる、ね、いますいます、あの頃大変でしたけどね。あー大変だ。喧嘩大変か。あーそうあいつらも何言ってるか分からへんから、まあ、英語やから一緒にグループ組んでることじゃもう間違ってるんじゃないか言葉も通じないの。すごい、写真の希望だよこれ。ごめん、なんか両方ありがとう。ここにすごい、すごい。ここらが舞台や。すごい、というかあのタバコのポスターというかあれすごい。何や、人がおらへんのもすごいね。台所やしね、あそこすごいな、台所や家やし。お、先に映画がなかなか香ばしいお店を見つけましたよ。蓄音機などの骨董品を扱うアンティックトランコさん。これは何かありそうな予感ですよ。それにしても店主さんがいないけど大丈夫かな。あの某リーバーターミナルあ、楽か、楽。蓄音機で東京でこれ近づいて、すっごい大事なこれやってるの、野田しんちゃんと、うん、夫婦でわーってこれでしばしてる。この一番大事なとこポコって折れて、二人ともわーってうわーなったけど、本番中やったからうわーってつけてなかったことにした。アンケートであれも計算ですから。こんな蓄音機とかっておいくらぐらいするの。それ飾りよ。あ、飾りよ。感動じゃない。高いんちゃいます。でもほんまもんやったら、ほんまもんは高いけど飾りやから。それはなるんですか。なります。プレイヤーは、うん、それちなみにおいくらぐらいですか。これは2万8000円。いいですね。あ、手で回して鳴らすんですか。そう、私は手芝居で。おー、まだアンドリューシスター。いやいや、ダイナシャーアンドリューシスターもっと赤いです。いいですね。めっちゃいいですね。めっちゃいい。僕の世代は知らん世代。時間はね、あのすぐ NPCD と違って短いからね。5分ぐらいしたらまたひっくり返す。ちょうど30年前後からビフォーフリーが今の昔の LP だ。その前の、その前やね。それから美空ひばりとか三橋みっちゃんなんかは島倉千代子のデビュー当時はこの音楽だったから途中からやってんの。あ、そうなんですか。うん、これはだから持ち運びでハイキングなんか行った時に当時のそういう流行の曲を聴いてた。いやこれすごい。え、これはすごい。これも蓄音機やねんけど、こっからまたうわぁ、渋い。うわぁ、もうなんや、すごいですね。これがだから、1800。うわぁこれで聞いて、これの音が下から、はい、ちょっと、届いた方がいいじゃん。これですか。うわ、これすごいですね。これも今、鳴るんですか。鳴るよ。鳴らなかった、どう。うわすげー。うわこれちょっともうこれは
ルの札が下から出てる。すごい。すごいな。席へ。席へ、うん。昔だから03のパイロットのマスクが席、ね。へえ、そうなんですか。うん、だってないもん、金属ガラスやと体に悪いやん、目に悪いやん、石やと薄いから。あ、そんなの使ってたんや。そう、すっごいいい音ですね。うん、え、この下のも売ったんですか。売ってますね。下のも売ってますか。これは18万。あー、まあまあいい。いや、でもこんな欲しい人いらないやろ。でも、ほんと景気の位置で、やっぱり時代が今悪いから。あー、これでももっと大きいやつだと100万円前後するからね。あ、 それにオーディオのマニア最後にそこへたどり着く。うーん、電気を通さないですからね、こういうのね。そうですよね、これも電気通してないです。そうですね。だから CD も今作ってるけど最後アナログになんねん。そうですね、うん、あ、そうなんだ。最後アナログの機械に通して製品できる。うち弟はミュージシャンね。あ、それはマジですか。え、なんかブルースハープやってる。うわぁ、で、明日のジョーの前半もずっと弾いてる。明日のジョーめっちゃ見てましたよ。あ、そう。前半もずっとブルースハート流れてるの。そうなんですか。すげぇ。あ、それある程度劣化してるからね。おぉ、それが悪いやん。悪いやん。すごいな。でも、戦闘機の用途にはもう無理やな。そんなには風向き。確かに風は全く無理じゃない。このテレビとかもう映るけどね、映るで売れない、ね、もう終わりやからね、今月ですよね。これはまずわかんない。あ、それはああいうの釣り、ああ入れるやつですか。へえ、ね、真鍮でできてるのは何だったらしいから。あ、そうか。わあ、これレジですよね。単品じゃないんでね、ほんで安いね。ほんまこれが、つけたんだけど、ほんまこれがついてなかったんだね。これもついてたら、ちょっと値段上がんないよね。これ今のインターネットも、全部これの始まりやからね。キーボード。うわぁ、キーの配列はみんな。あ、ほんまや。ほんま、もう全部一緒ですね。パソコン、今のキーボードの配列。うん。そう。これハロウィンじゃなくて、今結構ニクロム線なんだ。へえ、すごいですね、それは。ソッカー部って何て言うの。え、ほんまや、ソッカー部。昔はソッカー部ソッカーって言ってたのかな。発音が良かったのかもよ。ソッカー、ソッカー。 What a man, what a beat. うわ、これだけで飲めるわ。飲めるわ。また飲むんか。ありがとうございます。ありがとうございます。音にテンション上がった。上がるね。すごいね。このレコード版の音はやばいね。こちらはアートスペースアバンドさん。絵画や版画、立体造形から音楽、映像など様々な形の表現を応援しているギャラリーです。オーナーさんのこだわりが感じられますよ。今日はどんなものが見られるのでしょうか。ちょっとこれ、立体的になりますね。立体なんです、はい。これ A ももちろん描かなくて、はい、そうです、はい。このポコっていうのも作られたんですか。この顔のポコってなってるのは後付けで。後付けで、はい。へー、これ何ですか。それは粘土。あ、粘土丸めて、はい、それにこの細かい絵を描かれたんですか。すげー。お花が好きです、ゆっくり喋ります。すいません。ゆっくり喋る。ゆっくりだ、あかんじゃ早く喋った。ごめんなさい、ごめんなさい。もう早口なんでね。またここは顔が。また顔がポコポコ。うわー。顔がポコポコしてたら、あかんみたいな。いや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 。顔は後付けなんですか。先付けなんですか。後付けです。顔は全部。じゃあ、海描いて、
建物書いてですよね、はい、ここスタートですよね。そうです、ここスタートしてからの全部最初からですよね。この体はさっき書いとかあるんですか。体は海書いて、建物書いて、体書いて、最後です。全部顔ない状態なんです。顔ない状態で書いて、はじめに風景書いてっていうことです。あとで何載せていくかっていうことです。色も材料も、私は絵の具ですけど、紙でも石でも木でも何でも使ってる自由な世界を、だからその世界が好きですね。はい、イラストレーションはアートではない。いや、その難しい。やめる、突っ込んだ。いやいや、もうゆっくり喋らはるからね、考えもゆっくりやるからね。不思議やなと思って、僕は絵画として紹介してるんで。あー、怒られた。怒られた。いや、こんなん、こんなん、誰もそんなん、こんなん、こんなん、もう、みんな素晴らしい。もう、こんなん、最高やん。ちょっとまた絵とか階層にあるから危険や。これは全部下の人が見せてアクリル絵なんですか。好きな、はい、砂とか入ってるんですよ、全然触っていかない。いいんですか。全然いいですよ。大丈夫ですよ。これはどうしてあるんですか。このキャンパスに砂を付けるとか、なんかですね、絵の具に砂を混ぜてるんですよ。で定着させて塗り込んでる。このさっきもそれ聞いてたんですけど、はい、砂を混ぜようというなんかきっかけみたいなのがあるんですか。画材に砂が売ってたんで、まあ、それをちょっとなんか素材として面白いな、石みたいな質感がしたかった。なんか壁画っぽくなります。そうなんですけど、そういう方がいたりするやつ。これは原画なんですか。そうなんですよ。ただ絵の具使ってないんです。インスタントコーヒー薄めて、結構まろやかな感じ。うわ、まろやか。こんな色つくんですね。そうなんです。インスタントコーヒーですか。あのね、背景は絵の具使ってて、その上からインスタントコーヒーで塗り込んで。このアイディアはどうやって思いつかれたの。そうですね、アイディア難しいんですけど、何気なく使ってみたいなと思って。なんかいろいろやってみはって、はい、これはまあ多分成功例やと思うんですけど、はい、これはいまいちやったらこういうの食べます。あー、そうですよね。でも卵とか臭くなるね。そんなこんなでアバンドを出たお三人は、思いがけず目の前にカラフルなお店を発見しましたよ。ちょっと演出していい？はい。ちょっと一回さ、わざとらしくおって見つけた絵面があって、で、こう声かけたら出てきてもらっていいですか。そっちも編集しやすいでしょ。しあー、いや、すごいいい、こんなね、お店が、ね、いろんなお店がっていうか、まあ、いろいろあるね。あるある。あれ、俊郎さん、なになに、なんかちょっと変わったのが並んでますよ。なに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 、なんや、そのテンション。なんやの、なんやの、なんやの。いっぱいうわ、これ何、なにこれ、わなにこれ、ラーメン、ラーメン、店長さん。はい。はい。うわー、何や、何や、どうも、どうも、お久しぶりです。あー、どうも、ありがとうございます。はい、常連か。いろいろ小芝居にも付き合ってくれて申し訳ないです。というわけで、こちらはインスタントラーメン専門店さくらさん。日本各地のご当地インスタントラーメンを網羅しているこのお店、平日であれば店内でトッピングなどして食べることもできるそうですよ。これね、インスタントラーメンなんですけれども、だいたいご存知ですか。いや知らないのがいっぱいありますね。でしょ。これね、実はね、地方から全国からご当地のラーメンをね、インスタントラーメンを全200種類集めて販売してます。はい。店長さん、僕らよりテンション高いです。だいぶ慣れた。慣れてはります。っていうか、そんな地方にインスタントラーメンってあるんですね。地方の生麺メーカーが地元向けに作ってる乾麺を取り揃えてるんですね。ほう、はい。例えばですね、まあ、こういったね、ちょっと変わったところですけど、地酒を練り込んである新潟のラーメン。ね、一番人気がね、このリシリ昆布っていうやつなんです。これね、利尻昆布っていうのは実は京都の料亭さんがほとんど買い占めちゃった。もういい昆布なんです。最高級品の昆布。マジですか。はい。それを惜しげもなくラーメンの中にもう投入されてます。
で、そんな高くないじゃないですか。280円なんですよ。これなんでできるかっていうと、利尻漁協が作ってるから。なるほど、なるほど。その分は抑えてあるみたいな。抑えてあるんですよ。ラーメン作る分だけはちゃんと捕獲してます。今日はね、販売だけなんですけれども、ね、こういうふうにね、普段ですと自家製のチャーシューも含めまして、どのラーメンでも、あ、トッピングがあったりする。今日は無理なんですか。中で食べれたり、普段はするんですよ。280円。ありがとうございます、はい、すいません。じゃあこちら、すごい。京都で買い占める利尻昆布のラーメンを食べます。でもこれ店長のおすすめはまた違うんですか。おい店長のね、おすすめはね、まあこれは個人的なところのラインナップなんですけど、特にね、じゃあジャケかわいい、キリンラーメンっていうのがね、これは僕の一押しなんですけど。へえー、実は愛知 の、その、西三河っていうところで、まあ、販売されてるものなんですけども、はい、ですので、マニアなので幻のラーメンってずっと言われてる、それを、まあ、大阪でうちだけ唯一販売されてる。へえ、はい、1位じゃないですか。そう、なんか別にそんな高い値段でもないねんで。1位はやっぱり1位これ、あ、これなんや。これです。これはね、丸大さんってご存知ですかね。100円なんかでよく売ってる棒ラーメンがある。棒ラーメンなんですか。あ、美味しいですね。美味しいですね。あれのマニア向けバージョンが実は発売されてます。マニア向けバージョン、はい、職人さんが研究に研究を重ねて作ったっていうラーメンなんですね。これは豚骨、インスタントラーメンの豚骨の最高峰とも言われます。それ値段する500円やもん、はい、これは美味しいもん。これは美味しいです。これはめちゃくちゃうまいんです。この醤油の1位が売り切れてるんですか、これは。そうなんですよ。マニアの間で金袋、これの金バージョン。あごですよ、顎出しですよ、トビウオですよ。よくご存知。生産が、まあ、そんなにいっぱい量作ってないので、はい、また出来次第また入れるという感じで。めっちゃ懐かしい。すごいよね。うわー、これめっちゃハマった。これすごい、これめっちゃハマりましたよ。70年代のゲームです。うわー、これやった、これやった、これなんか この対角線、この辺りが絶対来るわ。あー、言ってこれ今できるんですか。できます、湯入れていただければ。じゃあ俺2でいくわ。さきさん、ほんまにガッツリやってるな。ちょ、うわー、めっちゃ懐かしい。うわー、こんなんきた。なにこれ、ちょっと腹立つ。ちょっとジェラってしまう。奇跡やな。だって数珠つなぎな感じでね。うわっ、黄色のラモンズ T シャツが売ってる。ちょっとおー、これは出会いやって。ラモンズ T シャツやで、呼んでるで。なんで揃わないかんかね。これもう界隈 T シャツや。なんで界隈 T シャツや。名前どっか消してチャーハンって書いてる。上にカタカナでチャーハンって書いてる。もう魅惑の変身で書いてくるよ。魅惑の変身やね。もうそれ取れてもどこへ。2分後。あー、いったぴったりよ。かっこええやな。もうさきさんはトイレ。いや、黄色い人が一人また増えました。さき。黄色いね。ごめんな、合わさんくて今まで。またちょっと合ってるよね、黄色の色合い。合わなくてごめん。ちょっと気持ち悪すぎる。言ってくれよお前ら。俺も合わすやんけ。まあ、募金しようか。そうやね、募金しよう。24、チャーハンさんも無事黄色くなれたというところで、今回の界隈はお開きです。いかがだったでしょうか。日本橋のいろんなお店がありますね。というわけで、次回はどこの界隈をお三人はグダグダすることになるのやら。ではでは。
今回の界隈は大阪は日本橋にありますインディペンデントシアターセカンドさんの周りをぐだぶらしたわけですが、その最後に少し変わった場所に咲姉やんが案内してくれましたよ。咲姉が以前見かけたそのお店とは一体。ほらほらほら、あったあった、ほらここ。あ、ほんまや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 。片付けていってんのよ、もう。え、今、今はあれですか、あ、作られて、うん、もう作ってない。あ、お父さんが作りはったやつ。そうそうそう、もう、もう、そやから次はルートもおらずっていうか、うん、いてない。めちゃめちゃ男前にわーってやってはりましたよね。やりましたやろ、はい、道の真ん中とか。もう、そうそう、ずっと気に入るのはなかった。じゃあもう、もう今作ってはらへんっていうのは、もう今あるだけっていう。違うお家屋さんがね、材料持って帰ってくれはってね。うん、うん、そうやね。せやからみんなもこれ作りかけのね。うわー、これ作りかけや。お父さんがそこかけの入ってね。めっちゃいい匂いしますよ、これ。ヒノキの匂い。ヒノキの匂いが。うん。せやからもう。めっちゃいい匂いしますよ、これ。いっぱいそば。材料の、材料の道具やらせて。このお父さん、このお父さん。そうそうそう。このお父さんですよね。そばに本にもいっぱい載ってもうたしね。そう、テレビ もうみんないっぱい出してもらった、ね、本当に、本当にこういう感じであのお店の前でこうやって作ってはったんですよ。これお母さんですか、これ一緒に写ってはんの。それあのほら、何やってんの、ね、ってな、漫画家のあの人がそうね、2月ぐらい通って、まだ、まだ向こうの時ね、うん、向こうの時って知れはれへんな、軍艦アパート行ってやったり。そっからここへ来たの。軍艦アパートとは、栄筋と抹茶町筋のちょうど真ん中にあった昭和初期のコンクリート製集合住宅、下寺住宅の愛称です。戦争で焼け残った姿を軍艦に例えて名付けられたそうです。残念ながら2007年に老朽化のため立ち退き解体となりました。せやからこれね、軍艦アパートの写真があるでしょ、ここに。そう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 、めちゃくちゃいい匂いしますね。うわ、全部作りかけないやろか。うわー、すごい。ピンクとかにも乗ったりしてる。でもえらい綺麗に丸になるもんやな。そう、職人さんやもん。あ、いろんな人がいた。ありがとう。古き良き大阪の姿を今に伝える、こういうお店がなくなっていくのはちょっと残念ですね。でも日本橋周辺にはまだまだこういう古いお店も意外に残っていたりします。感激の後にはちょっと探検してみるのもいいかもしれません。ではでは。